アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和5年5月13日場所は大阪エキスポ、失礼しました、大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて2023 X リーググリーンボールチャレンジジュニアトーナメントの一戦となります。ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズの一戦が行われます。試合開始13時10分キックオフ予定です。その試合開始の時も間もなくとなりまして、両チームサイドラインでその最終確認をしているところであります。本日第1試合は非常に好天に恵まれた展開でしたが、この第2クォーターやや若干天候に変化が現れ風が出てまいりました。天気予報ですと間もなく雨天になるというふうに予想されております。この天候の変化に果たしてその試合の勝敗に要因となります気何かしらのことが発生する可能性も残ってまいりました。本日と対戦しますゴールデンファイターズ、そしてサイドワインダーズはかつて X2 を逃がしておりましたチームですが、サイドワインダーズは残念ながら昨シーズン入れ替え戦におきまして磯のスーパースターズに屈しまして X3 で今季は挑む形になります。その力が X2 にあることを堅持するためにもこの一戦何としても勝利という形を得たいというところでありましょう。対しますゴールデンファイターズも常に優勝候補の中には挙げられつつも、しかしその強敵でありますホークアイ、そして西宮といった優勝争いのチームとあと一歩のところで競り負ける形になりまして、現時点では X2 の状況を突破に至っておりません。かつてアサヒプリテックゴールデンファイターズ、そして X1 において名を轟かせたこのチーム、再びその地位を確保すべくこの春の初戦に挑みます。試合開始予定時間まで間もなく残り4分を切ろうという状況になりました。両チーム最終確認が終わりまして間もなく試合開始の時を迎えます。皆様しばらくお待ちください。令和5年5月13日場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、MK タクシーフィールドエキスポにご来場いただきまして誠にありがとうございます。グリーンボールチャレンジジュニアトーナメント、アメリカンフットボール協会主催、ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズの試合が行われます。グリーンボールジュニアトーナメント試合開始13時10分キックオフです。本日の第2試合、ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズの試合を行います。試合開始前のコイントスを行います。メインスタンド側、ホワイトのユニフォームがゴールデンファイターズ。メインスタンド側に配置しておりますが、バックスタンド側、ブラックのユニフォームがサイドワインダーズです。そして奥側に陣取りましたのが、ビジターチームですが、カラーのユニフォームをまとめました、サイドワインダーズです。この白と黒のコントラストが非常に映える、この両雄の一戦となります。昨シーズンまではともに両チーム X2 にありましてその好勝負を演じておりましたが、ビジターチームとなっておりますサイドワインダーズ、昨シーズン入れ替え戦におきまして磯のスーパースターズに屈しまして今シーズンは X3 からの挑戦という形になります。しかしその力 X2 にあることを堅持する意味でも
この一戦にその勝利をかけんと意気込んでおります。早速チャット欄のコメントありがとうございます。マキュー様、ゴールデンファイターズへの応援メッセージありがとうございます。さあ、これが今季の初戦となりますゴールデンファイターズ、見事この期待に応えまして勝利を挙げることができるでしょうか。ゴールデンファイターズキックオフ、コイントスの結果、ホワイトのユニフォーム、ゴールデンファイターズのキックオフ、ブラックのユニフォーム、サイドワインダーズのレシーブで試合は開始されます。なお本日の掲示は1クォーター10分の正式掲示で行われます。パドル解けまして、まもなく試合開始となります。まずはゴールデンファイターズのキックオフで試合開始となります。キックオフを務めますゴールデンファイターズのキッカーは15番の加藤です。対しますサイドワインダーズはリターナーに8番と12番を配置しました。8番は竹原、12番は田原。サイドワインダーズリターン、リターンは12番、左オープンを展開図らんとしましたが、自陣25ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。この日からサイドワインダーズの攻撃となります。加藤拓海選手のキックオフで試合開始。このボールをサイドワインダーズリターナー12番、サイズキャプテン田原一樹選手15ヤードのリターン、サードダウン、フォースダウンとその回数を攻撃権はホワイトのユニフォーム、失礼しました、ブラックのユニフォーム、サイドワインダーズ自陣27ヤード付近からファーストダウン戦、奥深くにあるエンドゾーン、タッチダウンエリアであるエンドゾーンを目指します。まずはサイドワインダーズの攻撃となります。サイドワインダーズ自陣27ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。ここでホイッスル、イエローフラッグが投入されました。審判団から黄色いベースが投げ込まれますと反則発生を意味します。ファルマーカー反則だったのよ。果たしてどちらにあったか、まもなく審判からコールされます。ゲームゲームサイドライン5ヤードバッタしてファーストダウン繰り返し、オフェンスの反則です。ゲームゲーム制限時間内にプレーを始めませんでした。ボールがスナップされるまでに攻撃は制限時間があります。それまでにプレーできないと5ヤードバッタしファーストダウン、やり直しの形になります。5ヤード下がってファーストダウンを行います。攻撃やり直しとなります。従いましてサイドワインダーズ自陣22ヤードからのファーストダウン15で試合開始です。さあ、まずパスプレーでいった、パスインコンプリート、パスはまずサイドワインダーズは攻撃が開始するより後方より一度だけできる前パスを展開しました。ロングパスを投じましたがパスインコンプリート、意表を突くようにロングパスを投じまして、レシーバー24番目のパスを投じましたが、わずかにコンパスオーバースロー、サイドワインダーズ失敗ですとボールは元の位置に戻され、攻撃回数を一つ失います。先ほどペナルティを受けておりましたので、サイドワインダーズセカンドダウンとなりまして2回目の攻撃に入ります。
サイドラインダーズセカンドダウン15、攻撃権更新、必要距離は15ヤード。さあ今度はランニングバックに託して中央へのランプレーを展開しようとしました。サイドラインダーズランニングバック41番寺島幹事選手、ボールを持ちましたが、ここはゴールデンファイターズディフェンスの反応が良く前進させずに原因を与えませんプレーを終わらせました。したのはゴールデンファイターズライバッター31番ゼロヤードでサイドラインダーズ攻撃回数は次の3回目サードダウンに変わります。1ヤード後ろに下げております。サイドラインダーズサードダウン15、サードダウン攻撃権更新、必要距離15ヤード。果たしてこのワンプレーで突破できるでしょうか。この距離を一気にパスで取り返さんとコーナーバック下がりました。サイドラインダーズしかしそれに対してゴールデンファイターズが佐藤クォーターバックを倒し、その倒した際にボールファンブルを誘発しました。ファンブルしたボールはどちらが持って走っても構いません。これを取りましたゴールデンファイターズ、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチアップ。ゴールデンファイターズ32番原田良二選手抑えました。32番そのままエンドゾーンに駆け込みタッチダウンを奪いました。ゴールデンファイターズの得点です。ゴールデンファイターズタッチダウンで6点先制としました。6点を先制、見事ファンブルリカバータッチダウンを決めましたのはゴールデンファイターズ32番の原田。まずビッグプレーでゴールデンファイターズ先制となりました。そしてゴールデンファイターズタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに挑みます。タッチダウンの後にはもうワンプレーの追加プレーが許されています。ゴールデンファイターズはここを確実に決めんとキックフォーメーションを選択しました。キッカーは15番の加藤が務めます。ゴールデンファイターズトライフォーポイント、ゴールポスト1が通過しますと1点の得点となります。キック成功、1点追加。ゴールデンファイターズが0点、サイドラインダーズ0点。まずゴールデンファイターズが相手のミスをつきまして先制の得点を挙げました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点となります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、ここでボールをキックして決めますと1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これと自らが自身のエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーを加え、アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算により得点が構成され、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして得点を挙げたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合が再開されます。さあこのキックオフはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバック、キックオフのボールがエンドゾーンに入りますとゴールデンファイターズキッカー15番加藤拓実選手のキックオフで試合再開。このボールがエンドゾーンに入りましたので相手側に移り、相手側チームの自陣25ヤードからの攻撃と変わります。サイドラインダーズ自陣25ヤードから結果的に大きなリターンをさせない形でゴールデンファイターズは攻撃譲渡となりました。サイドラインダーズ自陣25ヤードからの攻撃に入ります。先制を許しましたサイドラインダーズ、この攻撃シリーズで反撃となります得点を上げることができるでしょうか。サイドラインナーズ自陣25ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずはランプレーとなりました。サイドラインナーズファーストダウンの攻撃、ランニングバック、失礼しました、クォーターバック18番パスを投じようと下がりましたがプレッシャーが殺到するため右を2回しながらスクランブル、緊急発進のランプレーに切り替えました。結果的に5ヤードのゲインとなっています。サイドラインナーズセカンドダウン、ファーストダウン獲得まで残り5ヤード、見事な判断でしかしスクランブルを決めました。サイドラインナーズクォーターバック18番は渡辺。サイドラインナーズセカンドダウン5、
2回目の攻撃、残り距離5ヤードはパスプレーで入りました。このパスは成功。クォーターバック18番、ワイドレシーバー8番にパスを通し、渡辺選手からワイドレシーバー8番、竹原翔太郎選手へのパスが成功。更新には至っておりません。サードダウン3回目の攻撃に入ります。サイドアイダーパスを通しましたが、クォーターバック18番の渡辺取りました。ワイドレシーバー8番は竹原でした。サイドラインガーズ、サードダウン残り1ヤード。攻撃権更新の必要距離は1ヤード突破なるでしょうか。はたまたゴールデンファイターズがこれを止めるでしょうか。パスパス、ここでクォーターバックはパスを選択しました。中国圏に走り込んできたワイドレシーバー9番、ダイビングキャッチでこのパスを取りまして攻撃権更新です。サイドラインダーズパスさん、見事なキャッチで攻撃権更新を果たしました。サイドラインダーズ9番は尾崎、20ヤードゲインしパスダウンを獲得。サイドラインダーズ敵陣49ヤード付近からパスダウン10。さあ勢いに乗ってきたサイドラインダーズ、相手陣49ヤードに入りましてのパスダウン10。今度はランプレーに入ります。ランニング枠1番、ランの方を託されました。左オープンに展開、奥谷幸太郎選手、左のオープンプレー、約3ヤードのゲインとしています。タックルしたのはゴールデンファイターズ、キャリーしました。ランニング枠1番は奥谷、3ヤードのゲインで止めております。タックルしましたがサイドライン、ゴールデンファイターズ31番のクモン、サイドアンダーズ相手陣49ヤードからセカンドダウン7、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は7ヤード。ナイスガーファースター、コーターバックファースター、パスを投げんと下がりまして、そこから1点スカン、相手の意表をつくようなカウンターのドロープレーを決めまして、攻撃権更新を果たしています。ファースターを獲得。サイドアインダーズファースター、サイドアインダーズクォーターバック18番の渡辺、ここまで非常にリズムよく攻撃を展開しております。さあ相手陣37ヤードに入りましてのサイドアインダーズファースターン10。さあ奥へ行ったらどうだ、このパスは不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。さあ一気にエンドゾーンを落とさんとロングパスを通しました。クォーターバック18番、24番でしたが、渡辺選手右サイドへロングパスを通りました。ゴールデンファイターズディフェンスバック見事にカバーしており、パス不成功に終わらせています。ボールは元の地点に戻され、ダウンは一つ失いまして、サイドアインダーズ2回目の攻撃、セカンドダウンに変わります。セカンドダウン10。サイドアインダーズ相手陣38ヤードからのセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。インターセプト、ターンオーバー、ターンオーバー、攻守交代。サイドアインダーズ、ここで再び一気にエンドゾーンを狙おうとしたロングパスを投じました、サイドアインダーズ。しかし、これを競り合いながら見事キャッチしましたのは、ゴールデンファイターズ24番、インターセットにより攻撃権を奪取しました。ホワイトユニフォーム、ゴールデンファイターズを進みます。見事なインターセットをしましたのは、ゴールデンファイターズ24番の佐々木。素晴らしいプレーでこの窮地を脱しました。さあ攻撃権はゴールデンファイターズに変わりました。ゴールデンファイターズ自陣22ヤードからファーストダウン10。このパス不成功、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。ファールマーカー、さあこのイエローフラッグは果たしてどちらの反則だったでしょうか。反則が発生しますと審判団より黄色いファールマーカーが投じられます。
サイドアインダーズ77番5ヤードの反則です、ゴールデンファイターズファーストワンディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手側に侵入していました。5ヤードバッタリとなります。従いましてオフェンスチーム5ヤード前進してファーストダウンをやり直すという形になりました。5ヤードのペナルティー、ゴールデンファイターズ5ヤード前進しファーストダウンをやり直します。7ヤードからのファーストダウン5。ファーストまずはゴールデンファイターズ、ゴールデンファイターズから入りました。ランニングバック10番ハンドオフ2つ託されまして右オープンに振りつつ、ゴールデンファイターズランニングバック10番北川良一選手右の見事ディフェンスの隙間を抜けまして1回で攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースター素晴らしいランをしましたのはゴールデンファイターズの10番の北川、自陣41ヤード付近からファーストアンテン。ゴールデンファイターズ自陣41ヤードからファーストアンテン。コーターバック7番竹内選手パスを投入としましたが、サイドワインダーズラインバッター10番浦田亮選手が大きくロスを奪いました。9ヤード後ろへ下げております。見事な QB サックを決めましたのはゴールデンファイターズの10番ファーストダウン獲得まで残り19ヤード、素晴らしいクォーターバックサックでした。さあ大きく下がりましたゴールデンファイターズ、セカンドダウン19の状況に入ります。ボールオン自陣32ヤード、さあ今度はランプレーによる突破を図ろうとしましたが、今度もサイドワインダーズディフェンス殺到します。ゴールデンファイターズランニングバック10番のランプレーをゴールデンファイターズの58番が見事対応し、さらに1ヤードロスと変えています。サイドワインダーズディフェンスバック20番富山陽大選手がタックル、素晴らしいタックルをしましたが58番の家馬、ゴールデンファイターズサードダウン。さあゴールデンファイターズサードダウン21という厳しい状況に入りました。21ヤード、どのようなプレーを選択するでしょうか。ボールオンは自陣30ヤード、パス不成功、パスインコンプリート。ここでクォーターバック7番は短いパスを選択しました。ワイドレシーバー3番のキャッチアンドランを図らんとしましたが、これを3番キャッチミス、パス不成功となりまして攻撃権を攻撃開始1つ失いましてフォースダウンに変わります。さあフォースダウン最後の攻撃権を攻撃開始、果たしてゴールデンファイターズどのように選択するでしょうか。フォーメーションを変えます。パントフォーメーション、キックによる陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。このパントはパワーフレーを超えたところでゴールデンとなりました。この位置で攻守交代となります。陣地を挽回、攻撃権変わりまして次はサイドワインダーズの攻撃に変わります。サイドワインダーズへ移ります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権で攻撃権を更新し続けた、あるいはエンドゾーンを目指し得点を上げる競技です。リアタッチの時点から、サイドワインダーズファーストダウン、攻撃権は変わりましてサイドワインダーズ自陣49ヤードからのファースト、ゴールデンファイターズの選手に触れております。イリーガルタッチがありました。その地点からサイドワインダーズのパースアンテン、まずこの攻撃シリーズはランプレーから入りました。ランニングバックに立ちまして中央突破を図ります。寺島寛治選手のランプレー、しかしゴールデンファイターズラインバッカー28番ランニングバック41番の寺島中央突破を図りまして約1ヤード、2ヤードのゲインです。サイドワインダーズセカンドダウン、サイドワインダーズ相手陣49ヤードからセカンドダウンテン、
そしてセカンドダウン8。パス成功。今度は1点パスプレーです。クォーターバック18番、左に展開したワイドレシーバー8番にパスを通しまして、ワイドワインダーズクォーターバック18番渡辺選手からワイドレシーバー8番竹原翔太郎選手へのパスが成功、通しました。クォーターバック18番は渡辺、取りました。ワイドレシーバー8番は竹原です。サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り2ヤード。サイドワインダーズサードダウン2、3回目の攻撃、残り距離2ヤード。パス成功。ファースター、パス成功。クォーターバック18番、今度は右に展開したワイドレシーバー5番にパスを通しまして、このパス成功。攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター、クォーターバック18番渡辺、今度はワイドレシーバー5番の内藤にパスを通しまして攻撃権更新です。これによりまして相手陣36ヤードに入りまして、サイドワインダーズファーストダウン10。パス不成功。パスインコンプリート。パスは再びパスにより状況高い打開を図りましたが、これはゴールデンファイターズディフェンスが殺到。ダウンは1つ、あわや QB サックというところでしたが、パスを投げ捨てる形でこのプレーを終了としました。攻撃回数1つサイドワインダーズ失いまして、セカンドダウンに変わります。サイドワインダーズ相手陣36ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃で攻撃権更新、残り距離は10ヤード。パス不成功。パスインコンプリート。今度は左に展開したワイドレシーバー、8番目のパスでしたが、このパスはオーバースロー。パス失敗となり、サードダウン3回目の攻撃に変えます。サイドワインダーズサードダウン、ファーストダウン獲得までは残り10ヤード。さあサイドワインダーズサードダウン10、3回目の攻撃で残り距離10ヤード突破になるでしょうか、あるいは36ヤードを一気に狙って得点を上げますでしょうか。インターセプト、ターンオーバー。パスインターセプト、攻守交代。ここで展開したのはパスプレー、しかしこれを待っていたかゴールデンファイターズ45番バックのパスをキャッチ、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。上田、見事この状況、ゴールデンファイターズ45番上田のインターセプトにより出しました。攻守交代です。ゴールデンファイターズ自陣42ヤード近からファーストダウン10。攻撃権変わりましてゴールデンファイターズの攻撃です。ボードン自陣42ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン10。さあ素晴らしいランプレーが出ました。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ゴールデンファイターズクォーターバック7番竹内選手自らボールをキープ。この反則は果たしてどちらにあったでしょうか。11ヤードほど減しておりますが、ファールマーカー反則だった模様。背後への正なブロック、ゴールデンファイターズ9番、はい、10ヤードのペナルティーです。オフェンスの反則です。背後からの反則は攻撃側ゴールデンファイターズに背後への不正なブロックがありました。ボールを持っているチームは相手選手を後ろから当たってはいけません。相手の背後から背中側からブロックに行ったということで、とても危険なプレーです。この反則によりまして10ヤード抜退し、先ほどのプレーは無効となりました。15ヤードのペナルティー、したがって先ほどのゲインは無効となります。ゴールデンファイターズ15ヤード、攻撃回数はそのままです。従いまして、ゴールデン10ヤードのペナルティー、10ヤード下がってファーストダウンをやり直します。ファーストダウン20の状況で試合再開です。
ス不成功、パスインコンプリート、クォーターバックは不成功、パスにより突破を図りました。ターゲット9番、しかしこのパスをキャッチできず、パス不成功に終わっています。攻撃回数1つ失ってセカンドダウン、2回目の攻撃に変わります。ゴールデンファイターズ自陣32ヤードからセカンドダウン20。ゴールデンファイターズセカンドダウン。パス成功。クォーターバック7番、今度は左に展開したワイドレシーバー20番にパスを通しまして、クォーターバック7番竹内選手からワイドレシーバー20番山田、しかし攻撃権更新に至っておらずサードダウンに変わります。パスを通したクォーターバック7番は竹内、サードダウン、ファーストダウン獲得まで取りました。ワイドレシーバー20番は山田、14ヤードクォータータイムです。ここで第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了。ゴールデンファイターズ7点、サイドワインダーズ0点、攻守方向入れ替え、ゴールデンファイターズ7点、サイドワインダーズ0点。